これが原点回帰ドラゴンクエスト1実況プレイ、私実況者のキョンと申します。じゃあね、今回は、ラダトームの北にあるこの洞窟に入っていきたいと思います。洞窟入るとね、このように暗いんですよね。何も見えないんですが、道具でこの松明を使うとこのように明るくなります。まあ、この洞窟はですね、勇者ロトのね、ゆかりのある洞窟だそうで、一体何があるんでしょうね。ご丁寧に松明が灯ってますけどね。何もないか。あ、階段がある。この洞窟は特に敵は出てきません。すげえな、なんか竜の紋章とかある。こんな床にリリーフが刻み込んでるなんてすげえな、この洞窟。まあ、別に宝箱とかないんでね。ましたね、石碑ですね。調べてみましょう。石板を読んだ。石板にはこう書かれている。私の名はロト。私の血を引き締めよ。ラダトームから見える魔の島に渡るには3つのものが必要だった。私はそれらを集め魔の島に渡る魔王を倒した。そして今その3つの神秘なものを3人の賢者に託す。彼らの子孫がそれらを守っていくだろう。再び魔の島に悪が蘇った時、それらを集め戦うがよい。三人の賢者はこの地のどこかでそなたの来るのを待っていることだろう。行け、私の血を引き締めよ。というわけでね、今回の旅の目的、が分かるわけなんですね。とりあえず三種のアイテムを探す。で、それが守っている3人の賢者に会えということなんですよね。とにかく竜王がいる魔の島へ渡るには3種のアイテムが必要だということですね。それは一体何なのか。まあ旅をしていくうちおいおい分かっていくんでしょうが、まあ特にこの洞窟にはね、まあ、旅の目的があるというが隠されているわけなんですが、隠されているか刻まれているんですよね、メッセージとして。まあ、この洞窟ちなみに敵は一切出てこないんですね。まあ、勇者ロトの聖なる力によって守られているだそうですが、まあ、チュートリアル的なダンジョンですね、この洞窟は。じゃあね、再び地上を旅していきたいと思います。この辺りがちょっと敵強くなるかな。気をつけないと。街が入りましたね。まあ入ってみましょう。ここがあれですか。歌はどうです、旅の人。いえ、そうですか。でも聞きたくなったらまた声をかけてくださいね。じゃあ切りますか。はい、ではご本。ありがとうございました。実は僕、伝説の詩人ガライを目指して修行中なんですよ。いや、まずいだろ、この歌。歌がダメだわ。とりあえず、やり直してこいっていうかね、出直してこい。まったく、切り歌聞いてない。昔語りの町、ガライへようこそ。おぉ、すごい町ですね。なんか、すごい建物があるなって。ここなんだろう、武器屋かな。武器と防具の店だ。はい。どれにするかね。いや、高いですね。鉄道の方が来ましたよ。川の服、くさびかたびら、お、鉄の盾。ランクが上がってきましたね。いつになったら買えるんだろうね、これ。ラダトームから来たのか。だったら途中に洞窟があっただろう。はい。あれが伝説の勇者ロトを祀ってあるという洞窟だ。おぉ。はるか昔、義勇詩人ガライは、長い旅の終わりにこの地にたどり着き、そしてこの町を作ったそうじゃ。はい。
だからここはガライの町と呼ばれているのじゃよ。おお、じゃあガライタウンでいいんじゃないですかね。はい。僕は見てしまいました。ラナドームの日々をさらった魔物が東の方へと飛び去っていくのを。おお、ああ、誰か姫様を助けに行く勇敢な人はいないものでしょうか。え、いますか。ではその人に伝えてください。姫様は東の方に連れ去られていったと。いや、今言ってくれたじゃん。で、ね、これ家にしたらどうなるんだろう。ああ、かわいそうな姫様。それだけかい。道具屋、何言ってんすかね。まあ、はい、まあ、基本的なアイテムしか売ってませんね。はい、ありがとうございました。まあ、あとはそれだけかな。まあ、なんもないっすよね。まあ、とりあえず、そうだな。まあ、情報は集めたわけなんですが、新たな情報としてローラ姫が東の方 に連れ去られていったということですね。とは言ってもね、今のままではまだまだね、未熟なんでね。おっと、ドラキー、ちょっとランクが上がりましたかな。もう倒せた。もうさすが経験値とゴールドいいですね。あ、倒せない。やばいな。ゴーストが現れた。新たな敵が出てきましたね。1ポイントか。2発か。できたら1発で倒せるように しないとね。襲いかかってきたって。もう危ねえな。とりあえず武器だな。か、まあ、スライム4匹分に相当するんですね。うん、こっちはスライム3匹分に相当するわけなんですけどね。一発で倒せないのつらいな。まあ、次は大体どの剣買えばいいのかな。武器はさえ買えば一発で倒せるでしょ。かわされた。結構きつい。やるなこいつ。なんとしてもこいつら一発で倒せるようにならないとやばいな。一発で倒せるんですよね。まあ、確実に仕留められるレベルでないとね。武器ワンランク上げないとな。強さ218、変えるんじゃ。どうしようかな。でもさらにワンランクの武器も欲しいですね。はい、
るほどですよ。もうちょっと粘ればね、買えるんですけど、だいぶかかりそうだな。まあ、そうだな。10上がるんだよね。まあ、ここはやっぱりね、無難に銅の剣買っていきましょう。はい。はい。ここはないです。これで攻撃力上がったかな。22か。さすが、おスランベスか。まあ、切れ味試してみましょう。スパーンって9。もうビビってる程度しか上がんねえな。10ダメージ与えられたけど、あとどれくらいでレベル上がるかな。まあとりあえず試し切りをやってるんですが、お、ちょうどいい相手が来た。お、開始一撃18か。スライムベースじゃちょっと試し切りしてもな。スライムベース出てくんだよ。こういう試し切りしたいときに出てこねえな。おっと、出てきましたね。9、お、倒せた。一発で倒した。まずまずかな。まあまあ攻撃力あるんですね。スライムベースじゃね。9か、9ぐらいしか攻撃力ないのか。おっと、ドラギー登場。どこぞ一発で倒せるかな。倒せましたね。レベルアップ。力4、素早さ2、身の守り1、最大ポイント4、4、6ゴールド。うん、やっとレベルが上がった。スライムで13か。とりあえず帰りましょうか。見えてきましたね、ラダトームが。まあ余裕で倒せますね、スライム相手だと。下にあるのが宿屋なんですが、おや、おじいさんいますね。はい。ごは徳の沼地に気をつけなされ。弱っている時に足を踏み入れたら命を落とすことにもなりかねんぞ。はい、沼地が結構厄介なんですよね。ダメージゾーンね。タンスがあるんで調べましょう。はい、なんと君らの翼を見つけた。おお、この人はどうだったんでしょうかね。ここはお金と持ち物の預かり所です。どんなご用ですか。預けましょうか。じゃあ道具を、はい、じゃあ梱包を預けましょうか。はい、一応預けとくか。キメラの翼、はい、はい、ありがとうございました。じゃあね、今回も切りがいいところなんで、今回の授業はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。